おはようございます。おはようございます。フロットモービルさん、今日はご出演いただいてますけれども、はい、ちょっと簡単にご説明いただいてよろしいですか？はい、長野で、ちっちゃいキャンピングカーを作っていたり、あと実際にキャンピングカーをお持ちのお客様 その修理とか、ここはこうならないかなというようなご要望にお応えできるように、いろいろやらせてもらっているんですけども。わかりました。でフロットモービルさんは普通の車を、はい、こんな感じで変えていくことができるんですか？そうですね、今作ってる車はこういう、もともとは荷物を運ぶための車なんですけども、それを全部、一旦バラバラにして、中を快適に生活できるように、こう配線をしたり換気扇なんかもつけたりするんですけども、そういうことをしていって床を張ったりして家具を作って、楽しい車を作るというお仕事をさせてもらいます。はい、今日来てる車はちょっと小さめの車ですけど、はい、これも中も改造しちゃったっていうことで、ね、そうですね。じゃあちょっと見せていただいてよろしいですかね。普段から使えるっていう車を目指して作ってみました。大きい車でもっと立派なキャンピングカーとかもたくさんあるんですけども、なるほど。やっぱり普段からも乗れるっていうサイズでどうかなということで、ちょっとご提案させていただきました。なるほど。これは高森さんの方から、はい、こういうのはどうか、こういうのはどうかみたいなオプションのいろんな装飾とかデザインとか、はい、会話しながらユーザーと、そうですね、それで出来上がっていくってことなんですね。そうですね、はい、ある程度の形はご提案させていただくんですが、そこからプラスお客様の欲しいものを追加していくっていう形になります。これだけどあれですね、お子さんが社会人に旅立られてご夫婦2人だけになっちゃった時なんかに、なんか後ろ変えちゃうって考え方ありますよね。そうですね、いろいろお客様の使い方に合わせて、中の作り方も変わってくると思うし、欲しいものも変わってくると思いますので。そうですか。